すごい、やったやった、グリフィンの羽、やった、倒した倒した、みんなグリフィンの羽手に入れてる、私も手に入れたい、大詰め、あーよかった、ベビーになってる何だろう、大詰め重いやつちょっと渡していいか、大詰め、うん、トカゲ川、あー大変だったね、でも強かったけど、みんなも強かったね、よしよし、グリフィン初めてじゃないかな倒したの、どこ来た、あーなるほど、こっち下に行くのかな、方向的には間違ってないんだけど、どうなんや、牛がいるね、船があるね、ゴブリンの繁殖力はかなりのものですね、どこにいるのゴブリン、牛しか見えない、のどかだね、足跡はゴブリンのようです、ゴブリン、数が多いと厄介ですね、ちょっとまあ行けるとこまで行ってみようか、樽がある、樽が、あ宝箱、これは宝でしょうか、金庫袋、あここにも宝箱、金庫箱、そうだね、でも牛はクエストに出てきたらするわ私やっちゃった今、私今罠ブチってやっちゃったごめんねウルタ、今までいろいろ言ったけど私もやっちゃった、魔物の襲撃跡でしょうか、何かあるようです、よし、うん、この先なんだよな、このまま行けるんだろうか、セーブ、どこ？気をつけて。どこ？あ、寝てるやつ？ゴブリンよりも手強いタイプです。もう一匹いたね。魔物に獣、注意すべきものは多いです。やりました。やりました。準備運動にもなりませんね。OK。なんかある？何かあるようです。何あった？何かありますよ。光の飛躍あった。うんうんうん。お、なんか燃えてる。燃えてない？あちこちが。あ、これ下に行ける？下に行ったとて？斜面が急な場所は。滑るところもあるので注意しましょう。あ、なるほど。あ、これは海辺になっちゃうのか。なんだろうこれは。
戦場跡って感じだね。なんやなんや、キャハハ。ここに落ちれば確実に命を落とします。はい、わかりました。近づかぬように。あ、痛い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 。奴ら、士気が上がると厄介です。氷による攻撃で加えましょう。炎の攻撃で攻めましょう。なんか大砲みたいなの何なんだろう。そうだね、何かあるようです。まだいる。氷攻めが有効です。準備運動にもなりませんね。何かありますよ。何かありますよ。あ、またちょっと虫が鳴き出した。もうちょっとではあるか。ここは渡れる。そうだね、近づかぬように。はい、落ちないでね、みんな。落ちるなよ、落ちるなよ。なんかストーンヘンジみたいなのがあるけど、冒険してるって感じ。なんだろうね、あれ、遺跡。なんやなんや、名もなき旅人の墓標。あ、これあれ、え、石像。わー、これ光る場所を狙いましょう。え、全然減らないけど。あ、どうしよう、セーブしてくればよかったな。全然減ってないけど大丈夫これ。あ、分かった、あの腰のあたりが光ってる。あ、落ちた。ちょっと待って、これ強いな。狙えてる、みんな。私狙えてない、あんまり。光線みたいの出てきた。光線にね。みんな狙えてる？私狙えてない、あんまり。すごい刺さってはいる、でも。全然さ、全然あれなんだけど。弱いのかな、まだ我らが。まだ半分も減ってない。ちょっと待ってね、ランタンつけます。いや、全然、
よし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 、聞いてる聞いてる。壊れるんだ、いっぱい撃つと。あ、でです、待って、これ A が、 A のやつが効く。つづれ撃ちが、マテリアルズじゃない、キノコ。体力あんま減ってないから、長くやってればそりゃできるだろうけど。あ、疲れてる疲れてる。まさかこんなやつに出会うとは。体勢を崩しました、チャンスです。もうちょっとだ、もうちょっと、頑張ろう頑張ろう。何してる何してる。ああ、でもあんまり減らない。そっか、だからだんだん壊れていくから狙いづらくなっていくのか。見えない、見えないんだけど。踏まれないように注意してください。頭の上、頭の上、登りたい。光っている制御メダルが弱点。光る場所を狙ってみます。よし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 、当たってる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 。あ、で、この腕、腕気をつけて。いける？腕のとこいける？いけてる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 。一体どうする？破壊できた？なんか全然減ってないんだけど。光る場所を狙ってみます。頑張れ頑張れ、もうちょっともうちょっと。やっぱりこのよじ登りでスタミナが結構使えるのは使えるな、大型の時は。あ、もう光ってないな。どこ光ってんの？うん、どこの上で光ってるな。光る場所を狙いましょう。ああ、あの腕？光っている制御メダルが弱点です。壊れないように注意してください。そうだ、手の中だ、手の中。よし、やった、長かった、疲れた。ここだ。ここだよ、ここ、みんなここ、ここ見て。よし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 。あー大変だった。こりゃ大変だ。か、硬い。なんか取れるもんねえのか。ないのか。あ、風化して、風化して消えていった。何も残していかなかったのか。あー大変だった。ちょっとセーブしよう。いや、いろんなやついるね。あのさ、セレナのとこにもこういうやつが結構いたよね。魔鋼メダル、魔鋼メダル、魔鋼メダル。これが落とし物か。なんか戦ってる時にもね、あったんだよ、この魔鋼メダルって。落としていくのかな。あのメダルを破壊 してるってことなのかな。わあ、何だったんだよ。
で、どこ今、あ、もうだいぶ近いですけど、ねえ、何なんだろうね、ここ。そうだね、大変でしたよ。いろんな敵がいるね。あれか、浜って言ってたよね。でもだから崖とかじゃないよね。ブドウ、人のいる村の町はまだ遠いようです。え、まだ遠いようですってことはあるの、この先に。あ、なんか名もなき旅人の墓標っていうのがついた。へえ。クエストは時間経過にも留意を。長引け。あー、そうなんだ。マジで？あのメインクエストは大丈夫だよね、さすがに。この辺は岩場が多いですね。あ、空箱あった。注意しましょう。空箱。これは宝でしょ。よしな。お、なんだこれ。これ。打撃武器。へえ、これもじゃあ、あの A さんだね。へえ、重いからちょっと、ごめんね。錆びたダガーも、ごめんね。錆びたダガーもう持ってるから、いらんちゃいらんだけど。もう着くじゃん？ちょちょちょ、間違えた。この最初間違えるな。我々の旅路はいつまで続くんでしょうか。あの下かな、下に降りてくのかな。浜って言ってたもんね。つけてくれてる、みんなランタンを。こっちか。あ、この下、こんなとこどうやって行くんだろう。降りれる？あ、降りれるか。降りれそう。くれーよ。え？あ。なんかある、なんかあるからさ。探求心の証あった。夜間は魔物の動きが活性化します。はい、そうなんだよ。だいたい夜間なの、なんか知んないけど。私谷間では敵に挟む。ここだね。注意しましょう。こんな朝来たかったわ。あ、焚き火がある。誰かいるのか。誰もいなさそうではあるな。お金があった。宝が。中は何でしょう。何だった。こんなところにテントが。誰か。誰もいないね。でも夜だから。登れる。なんかあるよね。なんだろうあれ。特大の金貨袋。よく見つけたな、私。我ながら。この先だという感じだよね。ああ、これは連れてきてたら大変なことになってたな。ここだね。見晴らしのいい浜辺ですね。到着した。はい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 。じゃちょっとここら辺に立てときましょう。またヘビーになってる。お、これさ、私持ってたやつだよね。違うかな。発光メダル。こんなん軽いか。矢か。で
古田ちゃんのこれをタクシーに渡してもらい、タクシーがこれを使います。しゃ、金貨袋があるのか。こう定期的に行った方がいいかもね。入手しておきます。ちょっとここら辺なんかあるか見ていくか。暗いからな。でも素晴らしい景色ですね。あ、宝箱あり。2つもあるじゃん。ちょっと豪華の方開けていい？チェインメール、お薬。こんなところでキャンプとは物好きもいるものです。あ、宝箱もう一個あった。おお、ベニガーのフード。結構拾えるんだね、武器って。よし、探求心の証。帰るか。ちょっとさ、待ってね。やだ、絶対これがいい。あ、これもそうだ、強化できるんだ。チェインメール、へえ。あ、これ強くなるな。これ強化できたら強くなるけど、これもな。へえ、これ以上に強いのとかもあるんだ、普通に。うんうん、じゃあ行きますか、帰りますか。ツールズ、まずさ、ちょっとグランソレンに帰って、強化できるもんはして、で連れて行こっかな。バーナビーか、まずね。まずバーナビー連れてって。これは戻りの礎と呼ばれる、見ありげない石なんだ。これは戻りの礎、特定の道具でここに戻ってこられます。私今レベルいくつになったんだ ?33 か。まあ雇い替えてもいいけど、今んとこまだ強いは強いんだよな。本も人も一人では何もできません。全然全然大丈夫なんだよな。金貨袋あった。金貨袋結構あるじゃん。結構溜め込んでやがるじゃねえか。よし、行こう。ご用は終わりですか。うん、もう用は済んだ。金貨袋もらったからな。よいしょ。ほんとこの帽子を最大に最大にアップデートします。しかし鉄どれも一品だ。そうはしか。うん、できる。わーい。最強、最強やで。あ、これもできるな。やっとこうかな。これは、あー、まあ多分私がこれをつけるってことはないだろうな。でも最大限にできるからやっとこう。うん、チェインメール。あ、これもできるじゃん。そしたら強くなるんじゃない、だいぶ。シューズはまだだね。あー、これはね、持ってんだよね、多分。オッケー。どれも一品だ。また来な。ちょっと装備してみよう。これ。あー、なるほど。見た目は？あー、チェーンになるんだ。ちょっとかっこよくなっちゃうね。あー、魔法だけか、弱まるの。あとなんかあるのかな。異常耐性。うーん、どうしようかな。これを私が着て、
あ、そっか、これ中なのか。なるほどなるほど。これは？あ、これさ、古田ちゃんに渡して、古田ちゃんが来たらどうなる？あ、そっか、でも古田ちゃんこのめっちゃ可愛いやつにしてるんだ。あ、全然ダメじゃあいっか。なるほど、そういうことか。2つあるから分かんなかったわ。はい、ここでは退屈することはないですね。じゃあ預けて。確か、ま、あ、好きなのを選びなさあ、ま、ベリー、よくわかんない草。うーん、なんだこれ、なんかすごい布を手に入れたな。探求心の証は入れとこう。これも入れとこう。これも入れとこう。これ全部入れとこう。あら、ランタン、あ、つけてるからか。つけてんのね。オッケー。何をする？好きなのを選びな。また来てくれよ。あれ、ちょっとスキルまた見てこっかな。確かに、ま、あ、好きなのを選びな。さあ、何？うん。結構アビリティが来てる。はあ、あー、なるほど。うーん、すぐに欲しいやつはないけど、まあいいね、なかなか。うん、はあ、そういうのもあるんだ。うん、あ、へえ、うん、さあ、好きなのまた来てくれよ。セーブして、で、夜ですけど、バーナビーの。クエストやって。こうすればいいのかな？ダメだ。上は効かなかった。これだね。あ、またクエストにするの忘れた。ご用は終わりですか？ご用は終わりですか？それは私のセリフなんだよ。どこら辺に行けばいい？どこら辺で判定あり？もっと前か。見晴らしのいい浜辺ですね。全然判定がない。どこ行けばいいんだ？クエストにした方がいい？あ、ここに書いてある。ここ？よし。結構海辺まで行かなきゃダメだった。ごめんね、こんな暗い時に連れてきて。わーい。で、じゃあ今度カサディス、カサディス戻って、シャギーン。あと一人なんだよな。一人のやつもやっちゃおうかな。
また夜。夜だからウサギいない。我々にとってもここは安息の場です。旅の準備は整いましたか？うん。誓いの岬か。おい、クレメント誰だか分かんないけど、クレメントさん行こうぜ。クレメント来た。クレメント、ごきげんよう。あ、牧師さんか。教会本部が混乱につけ込むかの。牧師さん、あんなとこに何の用ですか？クエスト、ちょっとクエストこれにして、竜を知るためにあんなとこに行かなきゃいけないのか。大変だね。はい、ジャギーン。エステボンがいたな今。素晴らしい景色ですね。ごめんね、夜で、毎度毎度夜で。慎んでお心尽くしを受け取りましょう。よかった、よかったっす。うん、オッケー。では、帰って、カサディス帰って、あともう一個の誓いの岬、行っとくか。あともうちょっとでね、ちょっと、録画は切りたいんだけど。うん。そうしましょう、そうしましょう。ほい。ここはか、だいぶクエストもこなせてきたな。なんか倒せ系はちょっとね、まだ結構あるんだけど。うん。ゴーレム。ゴーレムってさっきのやつ、ゴーレムかな。強かったな。探求心の証今何個あんだろう。そんな20個は絶対ないな。うん、よし。物売りという職も大変そうですね。そうですね。旅の準備は整いました。ベニータ、誓いの岬ね。で、これを受けて、ベニータさんって誰だ？あ、この人か。ま、あ、あの、ブラブラしてるのかい？文句言われると思わなかった。あの、薬草の人か。一番最初のね。で、クエストで、まずこの人のクエストにして、で、マップで、どこだ？岬だからやっぱ海だと思うんだよな。あ、さっきのとこも海だったもんね。でもどこだ。あ、これ近いじゃん。これじゃあ行けるんじゃない？これはこれはさすがに行けるんじゃないか。ちょっと一回朝にしてセーブして、朝にしてちょっとこれは連れてってみます。あんなに近いと思わなかった。うん、それで終わりだな今日はな。朝にしてくれ。どうにも、あ、ちょ、ほん、じゃあどうするね。宿泊無理せず休んでいきなよ。朝まで休みます。了解。ああ、よかった。これで護衛クエストは一通り終わったな。 OK。まあ敵がね出るかもだけど、とりあえずこのベニータを死なさないように守りつつ行くよ。いないけど、あー来た来た来た。ここで休めそうですね。不安になるんだよ。じゃあベニータさん行くよ。ベニータさん
ちょっとついてきてね、ちゃんと。亮と。これは戻りの礎と呼ばれる、うん、意味ありげな石が並んでいますが。あそこから出たらいいんだよね、多分。そうだね。で、道なき道へ行けばいいんだね。あんま行きたくないけど。よし。いつものとこから出よう。まあ、街中は大丈夫だよね、走ったって。来てる？あ、来てる来てる。そうだね。この先には武器はだいぶお金も。あ、サラさん、あれピップじゃない？各社様、私にはえ、なんかくれた。え、なんで？主人と息子も生活に不安はまだ。ベニータさんと一緒。家族がいるだけで心強く思います。あ、なんかくれるとかあるんだ。え、好感度がもう極まっちゃったのかな、私。サラさんと連れてってあげたしな。ヘビになったな、いきなり。ちょっと待って、だから癒しの香炉って重いんだ。でもこれは持ってないと使われちゃうもんな。まあいっか、ちょっと武器とか持ちすぎなのかな、どうせ使わないのに。ちょっとこれ渡しとこう。武器だなこれ、重いの。ごめんね古田、ちょっと持っててね。あ、こっからは走っちゃダメ。セーブ。ほら、またグリフォンとか来るかもしんないからさ。来たらさ、逃げてさ、とりあえずベニータさんの思うところまで行って、そいでからグリフォンをゆっくり料理するってこともできるよね。もうすぐ到着です。ちょっとこう行った方がいいか。牛しかいない、大丈夫。牛しかいない。こっちだね。あー、浜辺みたいなのある。岬って言ってたっけ。こっちか。見晴らしのいい場所ですね。岬だからね。ここか。見渡せると奇襲などの心配はありませんね。こんな嬉しいことないよ。あ、よかったよかった。簡単だった。近いの岬はすぐ行けんな。あ、いい天気だねベニータさん。よし、よしよし、なかった。ではではでは帰りますか。またヘビー。何がヘビーなんだよ。え、何もらったの。あ、これ。そっか。はー、でもこれそんな重くないけどな。ちょっと一回あのあれをさ、カサディスがいいかな。どうせこのなんだっけ、宿営地の方にね次行くからね。カサディスで荷物の整理をして、で終了かな。なんかいろいろ、そうか、クエストのお礼の品をもらってるから、それも入れといた方がいいんだね、多分ね。うさぎ、うさぎ、うさぎ滅ぼしちゃったかな。街道では行商人や領土の兵士などと出会うこともあります。うさぎ、うさぎ、あ、いた、うさぎ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 、よし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 、うさぎ、うさぎ、うさぎ、いっぱいいる。ちょっと待ってね。木の周辺にはいろんな植物が群生していますね。ちょ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 、
何やってる？ゴブリンです。こんな魔物など頭数だけです。我々の勝利です。この勝利我らの力ゴブリンがいます。まだいた、まあ、ゴブリンもいいんだけど、ウサギいっぱいここにいたわ。今ウサギのなんか拾おうとしてさ、古田を抱えちゃった。はい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 。この勝利我らの力あってこそ。ウサギなんかある？あ、ウサギウサギウサギ。さあ帰ろう我が家へ。我々にとってもここは安息の場です。うん、でしょ。そうなのよ。ちょっと倉庫管理させてくれ。じゃあどうするね。任せておきなよ。見ても預けます。ここら辺のもん全部預けようかな。あのまた調合しようかなと思います。はい。クエストって書いてあるからな。うん、これは入れます。あら2本持ってる。任せておきなよ。オッケー。じゃあどうするね。気をつけてな。ではでは本日はこの辺にしたいと思います。セーブします。